鳥居玉、津島神社は、和歌山県和歌山市和歌浦に鎮座する神社。国志見在社。千尾、女尊、沖永たらし姫村、外折姫村の御柱に、名工裏礼を廃止する。古来玉、津島明神と称され、和歌の神として、住吉明神、北野天満宮と並ぶ、和歌三神の人の一柱として、尊数を受けることになる。社殿によれば、 中愛天皇の皇后沖永田らし姫が、紀伊半島に進軍した際、田津島神の加護を受けたことから、その文霊を祀ったのに始まるという。田津島は古くは、田間、出島とも称されたが、大阪市西成区多までには、生根神社が鎮座しており、関係があるのか、興味深い。人紀元年2月に即位した23歳の聖武天皇は、同年10月に、 和歌の裏に行行してその景観に感動。この地の風地を守るため思考を置き、田松島と名工裏の霊を祀ることを命じた御事のりを発する。これが田松島の初見である。この時同行した奈良時代の歌人、山部赤人のような歌和歌の裏に詩を満ちくれば、片をむみ足辺を刺して鶴がき渡る。万葉集巻、第六は有名であるが、当時は、 島山があたかも玉のように海中に点在していたと思われる。平安中期の家人として名高い藤原均等も田松島にも出ている。中世には、道の名家である飛鳥家の宮城久氏が、各吉三年に他年の祝願を果たさむために田松島にもう出ており、文明二年には、まりの名手でもあった老いの正さが田松島にも出出ている。 聖武天皇の御事のりで戸松島と名皇浦の霊が祀られるようになったわけであるが、その詳細は不明である。戸松島山が神の降臨するよりしろとして、あるいは神そのものとして祀られていたとも考えられる。戸松島が描かれた絵画で現存する最後のものは、墓紀絵言葉牧七であるが、そこに描かれているのは、絵馬が吊り下げられた松である。同時期に活躍した、歌人、 アズ上縁は、田松島には、社一もなし、鳥居もなし、ただ満々たる海の旗に、小松一本横田晴れり、ゼオ田松島の衰弱の印とするなり、しかるを俗周囲の時、ためうじ京楽中より見船を作らせて、田松島に遮断を立つべき、ゆぞんぜられて、三景あり、すなわち彼のところに遮断を立てられる、その夜、荒木波風立ちて、 人世の中に砂中に埋もれりとうんぬん。それよりあとは、本のごとくにして小松ばかりなり、東屋州危機が来としている。天正十三年に、紀州を平定した豊臣秀吉も早々に田松島に戻出ている。この後、紀州に入部した朝野義長により、社殿の再興が図られ、徳川頼信により本殿などの本格的な整備がなされた。漢文四年には、 春秋二期の祭祀が復活している。現在、境内には頼信が女王を四年に寄進した灯籠が残されている。近世に整備された多松島神社は和歌の裏の名所として、巡礼をはじめ大勢の人々が猛出るところとなり、現在においても当神社とその一帯は和歌の裏の歴史的景観の核とも言えるものとされている。金田海成社、ありがとうございます。